この動画は3密を避けるため告知はせず人を集めず突然始めたギャラリートークです。ソーシャルディスタンスを保ち短時間で行ったギャラリートークの模様でございます。おはようございます。みそです。第2回、オンラインギャラリートークを始めようと思います。今生配信ではないのでもしよかったらお話聞いていかれていいですよ。はい、座ってありがとうございます。こういう時代ですのであまり、宣伝ができませんので突然、始めております。で、1回目のギャラリートークの時に他の作品の説明も聞きたいという方がいましたので、もう1枚作品を紹介したいと思います。この作品は交差する時間という題名です。194cm×194cm、 2m2m ぐらいです。ちなみに、これ120号という大きさでスクエアというサイズです。でスクエアというのは S っていって、正方形ですね。正方形のサイズでございます。でこの場所は、長崎の魚雷訓練跡地といって戦時中ここで魚雷を作っておりました。魚雷を作っていて、75年ぐらい経って今こういうふうに廃墟になっている。でこういう木とか本当にここの中で実際作っていたんですね。で今廃墟になってこういうふうに本当ツタであるとか木々が生えてき、ているような場所になっています。で大体こういうのを制作には大体、半年とか1年とかぐらいはかかったりします。まあ、実際はいろんな作品を同時に書くのでこれは大体大学で書いております。大きな作品はなるべく大学で、50号以下とかは、自宅で、描いています。であちらのもう一つの方の作品でも言ったんですけど板画です。板に書いております。で私はこういう白亜紀という指示体にしたのが大学の確か2年生ぐらいで、もうかれこれ20年間ぐらいこういった指示体を利用して描いています。で交差する時間という題名なんですけれども、もう本当にその75年前に実際にこういうところで、魚雷が作られていたけど、今はこういうふうに廃墟になって、木々が生い茂っている、そこにまあ女性、うちの妻ですけれども、妻を寝かせて、まあ、30年ぐらいの人生と、75年前に実際に魚雷が作られていたであるとか、あとは、いいですよ、座ってて。全然10分ぐらいで終わります。もうすぐ終わります。でそういうものが入り混じっているような状況を描いています。よく聞かれるんですけど、こういうザラザラとしたようなコンクリートとか本当に、ね、座って人がいる方がものすごい助かります。これ家とかで録音してるのずっと一人で喋ってるんです。で今回もびっくりしたのが YouTube をこの5ヶ月ぐらい前から作り出したんですけど、大学の先生なんですよ。で今いわゆるオンライン授業というやつをやっていて、でオンライン授業のために、まあ、動画学生にいろいろ聞くと、一番学生にとっていいのは動画を配信してもらってそれを、まあ、見たい人に見るっていう形が一番いいらしくて、例えば相互対話型っていう、まあ、Zoom とかああいったのっていうのは、例えば学生の通信状況とかが悪かったりするとなかなかこう止まったりするそうなんですね。だからなるべくこういう動画配信とかも同時にしています。今は生で配信してるわけじゃないので後で編集しますけども、で、こういう電化の石とかっていうのは描いては削ってまた塗って削ってっていうことを実際にそのものの成り立ちのような感じの作り方にしております。だからこういうところはスパッタリングといって絵の具を飛ばして、ブツブツブツっていうふうになっていて、また絵の具を塗ってまた削ってということを繰り返していきます。そういったことを繰り返しながら描いていく作品です。ちなみにこれどれぐらい何キロぐらいあるか分かんないですけど、ここ私一人とかで持ちます。3階ぐらいまで階段を登っていきます。まあ学生に手伝ってほしいんですけどね、あまり学生さんが最近こういう状況なんで来ていないので一人で持ち上げ、持ち下げしたりしております。まあ作品いっぱいあって、全部お見せしたいんですけども、それをするとやっぱり、展覧会に来てくれなかったりするので、ぜひ、展覧会、この展覧会は9月の23日
月曜日、火曜日、水曜日までやっております。日曜日はお休みですので、機会がありましたら東京の人、東京海外の人をぜひ来てください。その後福岡の方にも巡回いたしますが、東京で私自身が展覧会、個展とかをするのが、まあ、日野さんからまたやらないかって話をもらったら、もちろん考えますが、今のところまだ話はないので、あるのかないのか知りませんが、東京の個展は今のところ決まっていないので、いつになるか分かりませんので、ぜひこういう機会に、お越しいただければと思います。ちょっと最後に、いつも学生とかに向けてよく言っているんですけども、ちょっと後ろの誰か、君、ちょっとここに来て、ここに顔映さないから。なんで美術を学ぶんですか？と映んなくていいよ。なんで美術を学ぶんですか？なんで美術を学ぶんですか？美術が自分の、生活においてどういう感じで必要でしょう、あなたに。美術がない生活を考えてみたことありますか？大学の先生っぽいでしょ。中学生、高校生にこれいつも聞くんです。美術がない生活を考えてみたことありますか？仕事がなかなかすることはない。ないですか？常に考えてますか？皆さんね、ちょっと美術がない生活をぜひ考えてほしいと思うんですけども、例えば洋服一つでも、例えばグレーの私は服を着ている、ストライプの服を着ている、美術がないというのはこれが全く僕はないと思っているんです。真っ白だと。まあ、どこかの国の、どこかのように、何かを全て支給されるような生活、それが僕は美術がない生活だと思っています。美術ってすごく実は生活の中で大事で、例えば、ね、皆さんが持っているスマートフォン一つでも、靴一つでも、椅子一つでも、やっぱり美術があっての形だと。で、非常にその美術っていうのはすごく生活を豊かにしてくれるものだと思いますし、ぜひ画廊の人は美術を、作品を売る上において、常に美術がある生活というのを売り込むことを若い社員の人に今言ってます。まだまだ若いそうなんで、ぜひそういうのを考えて、生活、もちろんね、画廊の人以外の学生さんとかも考えて生活してもらえたらなと思います。苦笑ね、ぜひそういうことを考えて生活に、まあ、ちょっとやばいね、カットしとかないとね、俺殺されるということでございます。ぜひ、また展覧会にお越しください。もしよかったら何か質問とかあれば、何か聞きたいことありますか？4回目だそうです、今日来てくれる。はい、それは、女性の夢を読まないんですけど、やっぱり女性なんですか？女性ですね。男性を描くこともあるんですけども、なるべくこう対比で見せたいんですよね。こう風化したような風合いと、まあ、ある程度若い女性との対比、まあ、だからここに老人を描いても面白いとは思うんですけど、誰かモデルしてくれるような。でもやっぱりこう僕の場合はあんまりこう距離が遠くない人っていうか、知ってる人しか描けないんですよ。全く知らない人を、例えば肖像画を描いてくれとか頼まれて描くときも、必ず2回はお酒飲みます。その人と酒を飲まないとどんな顔の表情とか分かんないので、だからできるだけ、まあ、これ妻ですけども、知っている人っていうのが中心になってきます。すみません、ありがとうございました。短い間です でしたけども、以上でギャラリートーク終わります。ありがとうございました。